だからダメだって付き合ってる人いるし。知らない？三組の試作。ボーイフレンド？ウケる。今度の舞台の練習、親の隣で恋話しないわ。真剣なこと考えてくれた。娘ほったらかして男と遊んでた女かな。じゃあ次に会うのは裁判所でってことね。できます。ふん、どうせあっこの滝やろ。は？そこでお祈りすると願いが叶うって、あの秘密の滝や。お母さんになれなくて。